短鎖脂肪酸の動画シリーズとも関係しますけれども、その腸内細菌の影響があってリスク低下の効果が現れたのではないかと。こんにちは、ステラメディクス代表獣医師でジャーナリスト星吉孝と申します。ステラチャンネルは論文やニュースなどから皆様に広く知っていただきたい情報を選び、科学と理系の視点から動画としてお伝えするチャンネルです。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。また評価ボタン、コメントもお寄せいただけましたら幸いです。チャンネルでは曜日ごとにテーマを設定して動画をお届けしています。月曜日は食と予防の話題を取り上げています。今日は2022年4月にリウマチと食習慣について50万人を分析した研究結果が発表されていまして、こちらをご紹介したいと思います。リウマチというのは皆さんご存知でしょうか？このリウマチというのは自己免疫疾患の一つとして知られています。自己免疫疾患というのもなかなか理解しにくい、そういう病気だと思いますけれども、自己免疫、この免疫というのは異物が体に侵入してきた時にそれに対して対抗しまして、でそれで排除する、そういう仕組みのことを言います。抗体というものを作って異物に取り付いて、それで排除したり、また T 細胞と呼ばれる細胞などがその異物を取り囲んでですね、それで排除してしまう、そういうような形で異物をやっつけて、それで体を守るという、それが免疫の仕組みになります。その免疫が自分自身の体を攻撃してしまうということが異常によって起こることがありまして、これが自己免疫疾患となります。リウマチというのはこの自己免疫疾患によって起こることが知られていまして、自分で作り出した抗体と呼ばれる、先ほど申し上げた異物を攻撃するためのタンパク質が自分の関節を攻撃してしまいまして、そのおかげで指が変形してしまったり、関節の骨が傷んでしまったりすることで歩けなくなったり手を使えなくなったりしてしまうという、そういう病気になっています。このリウマチは自己免疫疾患ということで、その免疫のその性質によって決まるところがあります。この免疫の性質というのは遺伝的な要因である程度決まりますので、遺伝がとても関係するというふうに考えられるんですけれども、生活習慣も関係するのではないかということで研究が進められてきました。今回この2022年4月にイタリアの研究グループが英国の UK バイオバンクという世界的にもよく知られているデータを使ってこのリウマチと食習慣との関係について分析をしています。 UK バイオバンクというのは世界的にも大規模な遺伝情報を取得して人を追跡調査するという研究になりまして、この遺伝情報によってその人の性質をある程度把握した上で、さらに食習慣だとか、運動習慣、睡眠習慣など、様々なデータを取りまして、それで遺伝情報と関係をさせながら、長期にわたって追跡調査をして、ある遺伝情報がどんな病気につながるのか、どの生活習慣がどんな病気につながるか、また遺伝情報とどんなような関係をするのかというようなことを多角的に調べられるようなデータになっているということで、世界的にも非常に進んだ研究となっています。今回イタリアの研究グループはこの英国のデータを使いまして、リウマチと食習慣との関係を分析しています。で、結論としましては、この研究で複数の食品についてそのリウマチとのリスクが関係しているということが明らかになりました。で、こちらその表を示しますと、これ英語なのでちょっと分かりづらくて申し訳ないんですけれども、この真ん中に引いてある線よりも左の方にこの四角いこのブロックがある項目についてはリウマチのリスクが低くなるということが分かる、そういう図になっています。で、上から魚の油、チーズ、朝食のシリアル、アルコール、あとお茶、あとコーヒーというふうに並んでいます。魚の油については、これ週に2回以上摂っている人については 0.862 ということで、おおむね 13%、14% 低下するという意味になっています。またチーズについては、週あたり4回以上摂る人は 0.802 ということなので、20% 程度リスクが低下するということです。朝食のシリアルについては、週あたり
ボールということなので、まあ、お皿に何杯食べているかということで、まあ、これ6杯以上ということで、ほぼこれ1日1杯とすればほぼ毎日シリアルを取っている人は 0.866 ということで、やはり 13% から 14% リスクが低下するということになっていました。またアルコールについては健康に悪影響がありそうなイメージもありますけれども、毎日ほとんど毎日アルコールを取っている人は 0.743 ということで 25% 程度リスクが低下するということになっています。またお茶は1日6杯以上取っている人は 1.231 ということで、リウマチのリスクがこの場合この線よりも右にありますので、リスクが上昇するということになりまして、 23% ぐらいリスクが上昇するということになっていました。またコーヒーについては1日3杯以上取る人は 0.909 ということでして、 10% ぐらいリスクが低下するということになっています。で、このグラフについては統計学的に有意な差がついたものをまとめています。ですので、まあ、この項目がそのリウマチのリスクを低下させたり上昇させたりする、まあ、そういう可能性が高いという項目になっています。一方でこれ他の項目についても一部調べているんですけれども、その中でちょっとその統計学的な有意さはつかなかったものの、やや意外な結果として研究グループが言っているのは、調理済みの野菜でして、調理済みの野菜を取っている場合にリウマチのリスクがやや高まる傾向が見られました。まあ、これ 10% ぐらいなので、1日、この大さじ4杯以上ぐらいの量。まあ、ですので、調理された野菜ですと、まあ、大体1食分食べると、まあ、十分にその量に達すると思いますが、その時に大体 10% ぐらいリスクが高まる傾向が見られたということでして、これ他の生野菜だとかフルーツでは見られない傾向だったんですけれども、この調理された野菜だけ、まあ、このような傾向があったのは、まあ、やや不思議であるということを説明しています。研究グループは今回の結果からですね、まあ、それぞれのまあ、リスクがなぜ上下したのかということについて、まあ、過去の研究に基づいて推測していまして、魚の油やですね、あと、アルコール、またコーヒーといった項目については炎症を低下させるような効果があったからではないかということを言っています。またチーズについてはビタミン D が含まれることで、これ免疫に対して良い効果が見られて、リウマチのリスクが低下した可能性があるというふうに言っています。この朝食のシリアルについてはステラチャンネルでご紹介している短鎖脂肪酸の動画シリーズとも関係しますけれども、その腸内細菌の影響があって今回のようなリスク低下の効果が現れたのではないかというふうに推定しています。で、お茶についてこれコーヒーも含めてですけれども、これまでの研究からリウマチのリスクが上昇するか低下するかという結論について分かれている部分があるということでして、特にこのお茶についてはその緑茶においてリウマチのリスクを低下させるという報告もこれまであるということから、今回この英国の研究ではお茶に砂糖を入れるかどうかということを調べられていないということがありまして、まあ、もしかするとその砂糖の影響があったのではないかということをこの調査からわからない点としてその可能性があるのではないかということを指摘をしています。まあ、ということでこのリウマチというのは、まあ、遺伝要因によって起こるとされるんですけれども、やはりその食習慣、まあ、生活習慣は今回は、まあ、全体を調べたわけではありませんけれども、まあ、そういう習慣によってリスクが上下するということが、まあ、見て取れます。今回の研究を3点でまとめますと、リウマチというのは遺伝要因だけではなく食習慣によってもリスクが上下する可能性があるということです。で、そして魚の油、チーズ、シリアル、アルコール、コーヒーがリスク低下につながる可能性があるということ、またお茶がリスクの上昇につながる可能性があるということ、まあ、ただしこれは砂糖の影響かもしれないということです。また調理された野菜についてはややリスクの上昇があるということが見られまして、まあ、ここはその理由はよくわからないんですけれども、まあ、注意したら良いのではないかということを説明していました。この画面をしばらくお示しいたしますので、よろしければスクショなどしていただければと思います。今回ご紹介した文献情報については説明欄に掲載いたしますので、関心ございましたらご確認いただければと思います。というわけで今日はリウマチと
食習慣の関係を分析した2022年4月発表の論文をご紹介しました。日々動画を公開しておりますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。また皆様の声が参考になりますので、高評価低評価いずれでも構いませんので、評価ボタンを押していただけますと幸いです。こんな動画をやってほしいなど、コメントもお気軽に残していただけますと嬉しく思います。ありがとうございます。ニュースの裏側を科学や理系の視点から一歩深掘りするような動画や、新しい知識をヒントに明日の生活に役に立つような動画で継続的に更新していきたいと思います。よろしければチャンネル登録をお願いします。ヒントになったとか、これは役に立つなと思っていただけたならば、よろしければ高評価ボタンもお願いします。Thank you.